ニセコ洋裁1986は荒巻義雄による小説である。洋裁シリーズ第一部にあたる。1986世界と呼ばれる戦場世界の北海道を舞台にした仮想戦記。SF の形式を取りながら近未来の戦場を描き、1990年代以降の架空戦記小説ブームの先駆けとも目される作品である。中央公論者より、 新書版が刊行され、後に中古文庫版も発売された。1986世界の北海道島は IBM 領とスミノフ領に分断されている。北国の春の訪れ、戦闘休眠期の終了とともに戦いは再開される。シベリアから発信するスミノフ側長距離爆撃機の進行と IBM 側による迎撃を皮切りに、 航空船を主体とした熾烈な戦闘が始まった。そんな中、戦争のみが行われるこの不可思議な世界の謎に気づいた者たちがいた。世界の謎に近づきすぎたために戦死させられた一人の召喚が残したメッセージを白拓也は託される。ニセコアンヌプリ火山群に作られた総面積約500平方キロメートルの一大山岳地下要塞。 北海道と西部防衛の要であり、すべての補給が停止しても3年間は、牢上できるようになっている。核戦争を睨み、対核要塞として設計されている。墨の府軍の北方からの侵攻と、石狩兵や上陸を阻止する任を帯びた鉄壁の、不落要塞。ルモイ方面の敵に対して圧力をかけ、 敵航空機の超大規模爆撃にも耐えるも、数機のバックファイアによる、核異物の投下により、壊滅した。お冬要塞と共に、石狩兵や上陸組織の任務を帯びた要塞。北部第一要塞船の防衛を担当する士団。中部第一要塞船の防衛を担当する士団。南部第一要塞船の防衛を担当する士団。第二、第三士団に比べると損耗の度合いは少ない。 オシアマンベ、箱館の防衛を担当する師団。ニセコ要塞の麓であるクッチャンの防衛を担当する師団。元山本木の死亡後イリーガルの暗躍によって指揮が低下。新師団長のマルカム・ギリンガムの指揮の窒切さもあり、墨の不軍空挺師団の攻撃で、司令部が壊滅する。しかし生き残った大隊長クラスが各自で連絡を取り合った結果、ニセコ要塞や第二、 第3師団と共同で逆に敵を包囲、降伏させた。機構師団である第7師団と、不評師団の第11師団を要する、機動性に引い出た軍団。序盤での防衛戦の中心戦力だったが、多くの戦闘を繰り返した後、IBM 軍の核攻撃のおり役により壊滅する。使用戦車88、式戦車独立遊撃混成軍団壊滅後に誕生した。 飛行士団で、初戦の敵中突破攻撃をはじめとして、多大な戦功を挙げた。石狩兵や防衛のため、IBM 大陸から派遣されてきた、飛行士団1、不評士団2、空挺士団1を誇る最強の軍団。全員が AD 組であり、核汚染の影響を受けない。ウォーカーの方針により、戦闘活動をせず、まこま内に駐屯を続けるも、敵の攻撃により、 エニワ原野に撤退し、敵の SLBM 攻撃によりほとんどの部隊が全滅した。北海道東方面航空団の主力。基地が平地にあり防御時に不利なため、施設の地下化などが図られている。所属軍団にセコ要塞の防空や戦術爆撃などの様々な任務につく、戦術航空隊。山岳飛行場ということで、離着陸の難度が高いものの、 緊急迎撃にはその標高の高さで有利である。また山腹には対空砲陣地があり、施設の地下化と相まって高い防御力を持つ。ハリアーの V トール機能を活かした独立飛行隊で、松村の発案で実験的に作られた。当初は防空専用の部隊だったが、地上攻撃に参加することも多くなった。全認知は官半島。通常は、 潜水艦攻撃やパイロットの救出などの地味な任務を与えられているが、北海道東方面軍唯一の海上戦力として活躍する。ありがとうございます。